上げる。膝を柔らかく。残り15秒。チャザンで飛ぶよ。あ、やられた。こっちのためがあるから前に行くよね。こう。タイミングはずらしていいって言って。で、2回目は触らずして、膝に落ちる。ポーンで、ポーン下入ってもいいやで。姿勢がいいな。そのまま切り替えてください。ねえ、そうそう、こう触られてもいいけど、なるべく触られないように。手で受けるよ。だんだん組み手に近づいていくよ。なんかこうやったらこれ、キメはもっと意識しようか。チキン。相手の構えの状態をちょっと崩す足払いをやりたいと思います。今度は相手の前の足をずらしたいから、どうしたらいいかな。こっちの足でも崩そうと思って崩せるな。で、特に後ろ足やったらこう力を加えると耐えられるな。いくらボーンボコーンって蹴ったって耐えられるな。でもこの指先の方向に足を動かしてやると足って動くやん。で、後ろ足で足を動かすのも一つ。でも前足でも動かそうと思ったら、今まで表面を蹴ってたけど裏まで足を入れてみる。ここまで少しでいいから。入れすぎるとさっきも言ったけど、さっきよりも距離って近なるねん、入れるってことは。やろ。だからその分やられる確率、危険性は高いわな。だからそのために前の手と、今度はこの今直線だけでやってるのを軸をずらす。ずらして奥まで入れて刈るっていうのを今からやってほしい。いいかな。はい。相手の足をちょっとでもいいからこうずらせるように。分かった。はい。で、ちょっとだけでずらせれば、相手が攻撃しようと思っても前の足が抜けると次ってつけへんねん。つける？みんなこれがあるからつけるんやろ。でもこれが動かされるとつきづらいよな。で、僕も経験あるんやけど、世界大会とかで外国の選手がボーンのこう前の足を蹴ってきたりするんやな。だからこうやって崩される崩される崩されるってしてたら、もう崩されるんが嫌になってくるやんか。で、それを引いてしまったりだとか、やっぱりそこで一つで足払いがあるって思ってしまうだけで一つ考えることが増えるわな。で、あ、また足払い来たと思ったら突き合ったりしてやられてしまったりとかして負けたこともあるし、プラス一つ入れてあげる、足元崩されるっていうの。分かった。それを試合運びの中で入れる。まあ小学生で1分半、1分半ってちょっと短いけど、高校生やったら中学生も1分半かな、高校生2分、1分半だったら3分。3分あったら結構いろんな仕掛けができるし、いろんな駆け引きがあるから、その一つとして足払いを今から覚えておくっていうのもすごくいいことやから、やってみましょう。はい。で、一つ目は足を動かしたら刻みで決める。一つ目。二つ目、崩したその足で中段蹴り。二つ目。三つ目、足払いを刺す、こう見せる、見せながら上を蹴る。2つでしっかり意識さす。足元を崩されるっていう意識をさす。で、刻み、そして足元崩して中段蹴りで、今度足元崩されると思ったところを上に持っていく変化の蹴り。下を見せてから上げへんかったら、はい、いくよ、交代。エッチ。ね、はい、焦らんと。中段蹴りの場合は焦らんと、しっかり崩してから蹴ったらいいから。はい、はい、中途半端に全部やってしまうと蹴りも取れないよ。はい、崩してるんやから 焦らんでいいやん。はい、まずこっちの人構え直さへんかったら攻撃出えへんやから。分かった。はい、はい、いくらこう蹴ったってビクともせへんのか。ちょっと入れるだけでずれるんやから、そこのちょっとだけでこんなに体勢崩せるから。で、崩してから落ち着いて決めればいいやん。
それを全部が全部中途半端にしていこうとすると、崩れてないのにまだ返されたりとかやられたりとかする可能性があるから、崩しきってからやっていけるように。ここにこう やられた方がいいよ。今なこうやね、まだこうそ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 う、あ、もっと横移動して、そう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 、で一回下ろしてからでいい、まあ、下ろしてからポン、そう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 、これも蹴りも横にしっかり移動してから、この角度からポンポンって蹴れるように、はい、ああそうそう、惜しい惜しい惜しい、ああ